日本バレーボール協会は1日、東京、味の素ナショナルトレーニングセンターで会見を開き、パリ五輪の出場内定選手12人を発表した。首相でエースの小笠利奈良が選出。女子代表チームは10日まで国内合宿を行い、フランスでの事前合宿を経て28日の開幕ポーランド戦に臨む予定。 銅メダルだった12年ロンドン大会以来、3大会 &12 年ぶりのメダルを狙う。一方で、激しい選手選考から漏れた選手も、陰メダルを獲得したネーションズリーグ、NL、組からは黒子愛と渡辺綾が外れた。レッド上には、黒子ちゃんショック、オリンピックで見たかった、渡辺さんがいない。順調なメンツって思ったけど黒子がいない。 などの声が上がった。リベロ二人体制など、生命線の守備を生かした人選を採用した真鍋監督は、五輪には交代選手を含め、13名の枠しかない。遅い時期の出場権獲得となったため、ネーションズリーグの戦いを通じて現時点で最強と思える選手を選考する必要があった。共に戦ったメンバーの思いを背負い、 日本のバレーボール選手を代表して戦ってほしい、などと語った。